皆さんこんにちは、レッツハドルヒデボーです。今日はですね、X リーグ、日本の社会人リーグですね、 X リーグが、2021年シーズンを迎えるということで、X リーグのことあんま知らないよとか、アメフトのこと興味あるけど社会人のリーグってどんなんっていう方もいるかなと思うので、簡単に解説をしていきたいと思います。ということで、アメリカンフットボール社会人リーグ、日本のアメフトのトップリーグですね、で X リーグの2021シーズンガイドということ で紹介はヒデボーによる独断と偏見による情報が含まれていたりとか、します。で、協会や連盟各チームとは関係なく個人的にしているものなので、その点だけご留意ください。まず X リーグなんですけど、先ほどから言っている通り社会人のリーグなんですね。なので、社会人として皆さん基本的には働いておられると、サラリーマンをされている方が多くて、日本にはプロリーグがなくて、一部のプロ契約選手を除いて、まあほとんどがそういった形で、ね、働きながらアメフトをしているんですが、なんとですね、アメフト世界選手権っていうものが、まあ、数年に一度行われるんですけど、それでは常に上位で、実質アメリカ、カナダに次いで、まあ世界3位と、言えるほどの、アメフトの強さを誇るっていうのが、この日本のアメフトであり、ほとんどの選手がこの X リーグで活躍されている選手だということで、非常にレベルが高いプレーが見られるというところです。そしてアメリカのプロアメフトの NFL の練習生になった選手とか、トップクラスの選手がいるというのが特徴的です。続いての魅力はですね、選手との距離が近いということです。今これ僕が写真を撮っていただいたシーンを集めてますけど、で試合会場に行けばこういった形で写真を一緒に撮っていただいたり、サイン会をしていただいたりとか、お見送りをしてくださったりとかっていうことで、非常に距離が近いというのは魅力的ですね。しかもですね、最近は SNS で、いいねとかリツイートはもちろん、まあ、相互フォローとかリプをくださったりとかっていう形で、他のスポーツにはないほど距離が近いんじゃないかなと思ってます。そして交流会、オンラインでの交流会今だと多いんですけど、まあ、通常期であればファン感謝祭とかファンミーティングみたいなイベントを各チームが行っていたりということで、本当に距離近いですよね。この写真とかも、もうむしろ選手の方から撮りましょうかみたいな感じで声かけてくださったりとかするんで、めちゃくちゃファンとしては嬉しいですね。右上に映ってる、富士通フロンティアーズの新川選手とかは、SNS、Twitter とかでも、盛んに発信をされていたりとか、でも親しみやすい選手たちが多いなという印象を持ってます。X リーグの魅力、僕が思うにはこの2つは特にあるのかなと思ってます。まあ他にもいろいろレベルの高い戦いが見れたり、選手たちのなんか Twitter とか、中身まで、いろいろほじくっていくといろいろあるんですけど、主に今日はこの2つを紹介しました。ここからはですね、X リーグの編成について話していきたいと思います。ちょっとですね、いわゆるサッカーの J リーグみたいに J1、J2、J3 みたいな3段階ではなくて、一部 X1 の中で2つに分かれてるのが、結構ややこしいところかなと思っています。ここだけ押さえれば大体こう、どういった戦いになっているのかがわかるので、ぜひ見てほしいと思います。まず、一番トップですね。X リーグのトップにいるのが X1 スーパーです。8チーム、が所属しています。富士通フロンティアーズ、パナソニックインパルス、オービックシーガルズ、エレコム神戸ファイニーズ、野島相模原ライズ、東京ガスクリエイターズ、オール三菱ライオンズ、IBM ビッグブルー、この8チームが所属しているのは X1 スーパーです。まあ、8チームが日本のトップを争うっていうところで、ライスボール、1月3日にあるライスボールという決勝戦の切符をかけた戦いがここで繰り広げられるということになります。続いて、同じ一部リーグなんですけど、スーパーの一つ下が X1 エリアになります。エリアのチームは12チーム所属していまして、かつですね、ここはスーパーと若干違うところなんですけど、3つの地区にエリアのチームは分かれています。イースト、セントラル、ウエストの3つの地区に分けられています。
見ていただいた通り、イーストにはこの4チーム、セントラルはこの4チーム、そしてウエストにはこの4チームが、所属しているという形になります。そしてこの下に X219 チームと X316 チームがあるというのが、日本のこの X リーグの編成になっています。ではですね、ここからは X1 スーパーとエリア、それぞれどのような戦いになるのかを紹介したいと思います。まず X1 スーパーの8チームなんですけれども、この8チームに関しては全チーム総当たりでリーグ戦を行います。このリーグ戦総当たりの結果ですね、上位4チームが決勝トーナメントプレーオフへ進出することができます。リーグ1位になったチームはリーグ4位のチームと、リーグ2位になったチームはリーグ3位と戦うということで、勝ったチーム同士で、1月3日に開催される決勝戦ライスボールを戦います。昨年度まで、X リーグを見てた方は、あれ？ここってジャパン X ボールが決勝じゃないの？と思うかもしれませんが、今シーズンからですね、ライスボールの形態が変わりまして、社会人の決勝がこの1月3日のライスボールになっているのでご注意ください。このライスボールを優勝したチームが、今シーズンの日本で一番強いアメフトチームになると思っていただければいいので、とにかく日本一の争いが見たいんだという方はこの X1 スーパーを見ていただけたらと思います。 X1 スーパーでもし最下位になってしまった、8位になってしまったチームは、X1 エリアのファイナルで勝利したチームと入れ替え戦ということを戦わないといけません。もしこの X1 エリアの、優勝チームと戦って負けた場合はエリアへ降格、来シーズンですね、エリアへ降格してしまうので、ある意味ですね、この優勝をかけた争いでもあるんですけど、このエリアに降格しないというところの戦いもシーズン終盤は注目になります。それではスーパーの下、次にある X1 エリアの戦いを見ていきたいと思います。先ほど申し上げた通り、イースト、セントラル、ウエストの3地区に分かれているのが X1 エリアです。で、この4チーム所属しているので、各地区内で、自分とこ以外のチーム3チームと戦って3試合ですね、各地区内で総当たりでまずは行います。これ3試合です。で、例えばイーストであればイースト以外のセントラルとかウエストのチーム、セントラルであればイーストとかウエストのチーム、ウエストであればイーストとかセントラルのチームとの対戦が組まれています。これも3試合あって、各チーム6試合行います。まあ本当は総当たりみたいな方が、順位は分かりやすいんですけど、チーム数が多いので、NFA 方式といって、去年までの成績をもとに、この別地区との対戦というのが組まれています。で、この6試合を経て、順位を決めていきます。で、ただ、直接対決があったりなかったりするので、順位の決め方というのが、ここに書いてます。まず一つ目が勝ち星数。これは分かりやすいですね。6勝0敗が一番強くて、5勝1敗が次で、4勝2敗が次でっていう形になります。ただですね、実際2019年シーズンも4勝2敗で多くのチームが並んだということがありました。なので、丸の2番、当該チーム間での直接対決の勝敗っていうことが次に関わってきます。さらにですね、直接対決の勝敗って書いてるんですけど、直接対決はなかったりとか、ここには勝ってここには負けてというのが並んだ場合ですね、3番の当該チームが勝利した対戦相手の勝ち星数の合計になります。勝利した対戦相手の勝ち星数の合計ということなので、より強いチームに勝ったチームが順位が上に来るということになります。そして最終的にこの ① ② ③ でも決まらなかった、並んでしまった場合は抽選で順位が決まるということになります。この順位を決めた結果、エリアの中で総合順位が1位になりましたっていうチームと2位になりましたっていうチームが、戦います。これが X1 エリアファイナルになります。で、この X1 エリアファイナルで勝った方が、X1 スーパーの最下位チームと入れ替え戦を行うことになります。なのでエリアの総合順位が1位になっても気が抜けません。この2位のチームとの戦いで勝たなければ入れ替え戦に行けないということになります。
実際2019年シーズンはアサヒ飲料が1位だったんですけど、2位のアサヒビールにファイナルで負けたので、入れ替え戦に行けませんでした。もちろん、このエクソンスーパーの最下位チームとの対決で、勝てばスーパーに昇格するということなので、この12チームはおそらくどのチームも、X1 スーパーに上がるぞということを、狙って今シーズンを戦うということになると思います。逆にですね、これも X2 との入れ替え戦があるので、エリアのウエストの中で最下位となったチームは X2 のウエストの1位のチームと入れ替え戦を行います。もしくはですね、イーストとかセントラル合わせての順位がまあ7位8位になってしまった場合は、 X2 のイースト、セントラルそれぞれの優勝チームと対戦をして入れ替え戦ということになるので、シーズン終盤は最下位にならないようにですね、あるいはイースト、セントラルで7位8位にならないための戦いもあるということになります。エリアはですね、とても接戦が多い印象があります。ここで揉まれて揉まれてスーパーに上がるということがとても面白いんじゃないかなと思っているので、エリアもあのトップリーグのトップではないんですけど、エリアは結構接戦を見れるという意味ではおすすめです。これもぜひ見てほしいと思います。ではですね、そんな X リーグの試合がいつから始まるかということなんですけど、 X1 エリアは8月28日から開幕します。QR コード、これ X リーグのホームページに試合日程をリンクしているので、ぜひ読み取ってください。概要欄にも記載しています。こちら X1 スーパーは翌週の9月4日からスタートします。これも、リンクしています。そしてですね、現地観戦以外にも、今年は、X リーグ TV という形で、ネット放送で試合が見れるというものがあります。なんとですね、公式戦66試合を全試合ライブ配信されますので、こちらも要チェックです。実況解説も、なかなかあの期待ができる方々が、登場されるということで聞いておりますので、面白く、アメフトのことが詳しくなれるような解説になるんじゃないかなと思います。じゃあ試合を見るにはどうしたらいいのということなんですが、まず一つ目は現地観戦です。まだこちら政府の方針に応じて、どういった形で、人数が決まるかということもあるんですけど、まあ、今後それは発表されると思うので、この QR コードのホームページ見ていただいたらいいと思うのですが、大きなポイントが一つあります。コロナ対策で土曜日7日前のキックオフの時間から販売開始になります。例えば8月28日の16時30分開始の試合が見たいということであれば、1週間前の21日の16時30分から前売り券の販売が開始されるので、購入をされることをお勧めします。当日券一応試合日の0時からネットで購入できることになってるんですが、前売りでなくなってしまう可能性もありますので、その辺はご注意ください。試合会場で販売を行う場合はキックオフの1時間前からということなんですけど、確実性がないところなので、今シーズンに限ってはネットでの購入をお勧めします。注意点なんですが、昨年同様1日に複数の試合が行われる場合は試合ごとにチケットが必要になります。あのコロナ前だったらですね、あの1枚持っていれば次の試合も見れるということがあったんですけど、入れ替えが行われると、観客の入れ替えが行われるということなのでご注意ください。X リーグが販売する1日観戦チケットとかシーズンチケットっていうものは今シーズンはないということなのでご注意ください。チケットの買い方なんですけど、X リーグの公式ホームページに、あの珍しくって言ったら言い方悪いんですけど、あのわかりとってもわかりやすく今回これは書いてるので、ぜひホームページから、見ていただけたら、こういうふうにガイド、買い方のガイドが書いているので、見てみてください。そしてですね、ネット観戦ですね。先ほど言った通り、X リーグ TV というところでサブスクに、なっていて、試合見放題になっているというのが今シーズンから導入されるということで、僕も正直あまり細かく分かっていないところがあるんですけど、ここにまとめてみました。で、X1 スーパーエリアの全試合の、ライブ配信、アーカイブ、各種ハイライトが、見れるということになっています。で、サービス期間が、開幕戦が行われる8月28日から、2月の3日までっていうことになっているそうです。2月の3日以降はちょっとどうなるかわからないんですけど、まあそれまでの期間は見放題ということになっています。
で、ちょっと金額のことは下に、あるので置いといて、会員登録は、まあ、皆さんのお好みのタイミングで入れるっていうことになっているのと、決済方法は、まあ、クレジットカードでの支払い。で、後日、キャリア決済とかコンビニ決済を導入予定ということになっています。で、これも、QR コードから、飛べるようにしているので、ぜひ見てみてください。で、プランなんですけど、まず、ちょっと最初よくわからんかお試ししようかなということであれば、初月のみ1200円での、プランがあるということです。翌月以降2000円で自動課金されるそうなので、それについてはご注意ください。で、一般のプランとしては月ごとに契約、できるプランが月額2000円であるということです。おそらくこれも自動課金にちょっと書いてないですけど、なるのかなと思います。そして、シーズンパス、これなんか、ホームページは別の表現してたんですけど、一番シーズンパスっていうのが分かりやすいかなと思って、ちょっと書き換えています。シーズンパス、1年間通してのプランなんですけど、これは一括4800円。これを4ヶ月で割ると1200円月額っていうことになるので、ずっともう通しで見ようかなという方は、このシーズンパスがおすすめになってます。この金額についてはいろいろ意見もあるところだと思うんですけど、僕は一旦ちょっと契約してみて、いろいろと言いたいことがあれば、また YouTube なり SNS なりでフィードバックをして、せっかくこういったことが出てきたので、どんどん良くしていくために活用されればいいのかなと思ってます。で、このネット観戦なんですけど、各チームファンクラブ等へ加入している、もしくは今後しようかなという方は、X リーグ TV へ割引入会できる可能性があるので、各チームの発信をよく見てもらえたらと思います。例えば、オーベックシーガルズのブースタークラブでは、割引購入、月額1100円で見れるということなので、お得になってくるかなと思います。最後にですね、X リーグあんま知らんねんけど、どのチームとかどの試合を見たらええのっていう方とか、推しを作るにはどうしたらいいのという方に、ヒデボーなりにおすすめを紹介したいと思います。まずは、深く考えずに、都合が合う日に都合が合う試合を、現地でもいいですし、ネットでもいいので、見てみるといいのかなと思います。僕も10年ぐらい前に初めて X リーグを見たときは、もうチームのことも全然わからんし、選手も知らんし、最近でこそ選手とのつながりできましたけど、全然よくわかれへんな、みたいな。とりあえずアメフト好きやけど、なんやろな、みたいな感じで、見てみたら、結構面白いやん、ということでハマっていって、転がり転がって、今こういう形で YouTube やってたりもするので、とりあえずなんか見てみるといいのかなと思います。で、見ていくうちにですね、ここにも書いてるロゴとかユニフォーム、これかっこいいなって思ったり、なんかこのマスコットキャラかわいいなって思ったら、それでファンになってもいいかもしれません。で、あとは選手のことを知る、推し面みたいなものを作って入られる方は、各チームの SNS で割と、お顔の写真も載ったり、ダンスしてる動画が上がってたり、いろんな形であるので、顔から入るって言ったらあれですけど、とか、筋肉フェチの方は筋肉から入るでもいいと思いますし、どんな形でもいいと思うので、選手のことを知って入るのもありだと思います。はい。で、これ次回以降の宣伝なんですけど、レッツハドルでは、X1 の、チームの全チーム紹介をする予定です。ですので、そういった形の動画を見ていただいて決めていただくのも OK だと思います。あとは、自分の好みのプレーをするチームを応援する。アメフト知ってる方だと、パスが多いチームだなとか、ランが多いチームだな、守備が強いな。そんな形で応援するチームを決めるのもありだし、どんな切り口でも全然いいと思いますし、割となんか、とっつきにくいって思われがちなんですけど、いや、X リーグめちゃくちゃ、とっつきやすい、と思います。本当に選手の距離も近いですし、わからないことがあれば、レッツハドルにも聞いていただいてもいいので、ぜひ一緒に X リーグを楽しく観戦できたら嬉しいなと思ってます。はい、という形で、今回は、X リーグの2021シーズンの、ガイドということでお届けしてきました。本当にですね、僕はこのアメフトを日本で、こんなにレベルの高いプレーが見れるのかっていうことをとても嬉しく思っています。なかなか発信っていうところでは課題もあるんですけど、今
一人一人ができることをしていこうということの一環として僕もこういった動画を上げてみました。ぜひ、試合会場、または、ネットで一緒に観戦できたらと思うので、X リーグ見てみてください。今日は以上です。チャンネル登録とかいいね、お願いします。今日もありがとうございました。